アルバート・ブルックスはアメリカの俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。父はラジオのコメディアン。兄のボブ・アインスタインも俳優。本名はアルバート・アインシュタインで相対性理論の物理学者アインシュタインと同性同名。脚本や監督もこなす。1947年にコメディアンのハリー・アインスタインと歌手のテルマリーズとの間に カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれるオーストリアとロシアの家系である。兄弟も俳優をしている芸能一家でもある。そのため幼い頃より芸能界とは深い関係があった。高校時代はビバリーヒルズにあるビバリーヒルズ高校へ在籍。当時の同級としてロブライナーやリチャード・ドレイファスがいた。高校卒業後は 名門のカーネギーメロン大学へ進学するも1年で中退してコメディアンを目指す。その頃に本名であるアインシュタインという名字を変え60年代後半からトークショーやバラエティ番組などに出演して実力をつけていった。新鮮な芸風が人気を得て人気司会者のジョニー・カーソンの番組などへも出演して徐々にその知名度も上がり新世代のコメディアンとして 一躍有名になる。1973年には自身のコメディアルバムも発売して好評を得た。1975年からは人気番組サタデーナイトライブへも参加して脚本と演出を担当。ほどなくしてマーティンスコセッシュ監督の出世作タクシードライバーで映画デビュー。その後も演出や脚本、俳優としてキャリアを重ねていき。 1987年にはブロードキャストニュースでアカデミー助演団優勝にノミネートされる。同時に自身も監督に携わるようになり80年代から90年代にはコンスタントに監督作、出演作を増やした。人気アニメシリーズザ・シンプソンズでは数多くゲスト出演を果たしている。また2003年に出演したピクサー制作の大ヒットアニメ ファインディングにも出のにもの父親役の声の出演としても知られている。2011年に出演したライアン・ゴズリング、キャリー・マリガン出演のドライブでは悪役を演じる。その演技力から各方面で、ブルックスのアカデミー賞ノミネートが期待されたが、ノミネートは逃している。そのことに対し、俳優のラッセル・クロウは、ゴズリングとブルックスがノミネートされなかったことに対して、不満を漏らしている。 アカデミー賞にはノミネートされなかったが、全米映画批評家協会賞やニューヨーク映画批評家協会賞などで助演団優賞を受賞したのをはじめ、ゴールデングローブ賞助演団優賞にノミネートされるなど、様々な映画賞で高い評価を得ている。恋人たちの予感でビリー・クリスタルが演じた役をオファーされたこともあった。西海岸のウディアレンと異名を取るブルックスは脚本を、 読んで、この映画が、あまりにも、アレン映画的であると判断したためにオファーを断った、ということが、IMDb のトリビアに書かれている。アルベルト・ブルックス・バイオグラフィー、ラッセル・クロウ、ライアン・ゴズリングのオスカーノミネート落選に立腹、映画ニュース映画 .com。ありがとうございます。